私は幽霊なんてこれっぽっちも信じていなかった。でも、今は信じている。これは、その原因となった話。私は2年ほど前、コンビニでバイトしていた。そのコンビニは23時に閉店という田舎丸出しの店。実際は客が少ないからというより、近隣住民の苦情が多かったため。その日は私と後輩の佐藤、二人でバイトに入っていた。時刻は22時45分。そろそろ閉めるか。そうですね。ジャンプ読みたいですし早く閉めましょう。閉店は23時だが、実際タイムカードを押すのは23時30分という決まりがあったため、いつも私たちは早く閉店準備し、漫画を読んで時間を潰すのが恒例になっていた。その日も売り上げの確認、自販機の生産、洗い物を急いで終わらした。時刻は23時ちょうど。入り口の鍵を閉め、電気を落とし、私たちは裏で漫画を読み始めた。その時、チャイムが鳴った。ん？誰か来たかな？佐藤、ちょっと見てきて。了解です。私は佐藤に見に行かせ、監視モニターを入り口に設定した。監視モニターは店内に複数ある監視カメラの映像をテレビに映すもので、普段は3秒間隔ほどで映像が切り替わっていきます。この時は入り口のカメラだけを映すよう設定したわけです。監視モニターを見ると、女の人が立っていた。髪が長く白っぽいワンピースを着ていたのは分かったが、顔までは確認できなかった。様子を見に行った佐藤がモニターに入ってきた。佐藤は入り口の外を軽く見渡す動作をした後、こちらに戻ってきた。女の人いたやろ？お前、ああいう時は鍵開けて対応しやなあかんやろ。このコンビニは店を閉めた後もしばしば客がやってくる。まさか23時に閉まるとは思ってないのだろう。そのためこういうケースは頻繁にあり、その度にお詫びを申し上げて帰ってもらっていた。レジ閉めて精算した後だからややこしくなるのよ。なので、様子を見ただけで帰ってきた佐藤に一応先輩として注意したわけ。俺外見たけど誰もいませんでしたよ。いやいや、女の人いたやろ、俺モニターで見てたから。ほんまですか？俺ちゃんと見ましたよ。ドアの外正面に立ってたのに見えなかったはないだろう、このクソ野郎が。なんて思っていたが、まあこの佐藤はお調子者なやつでミスを指摘してもしらを切り通すタイプだから、対応するのがめんどくさかったのだろう、と思っていた。そうか、ま、ええわ。監視モニターの設定を順送りに戻し、私たちは再び漫画を読み出した。私はちらっと腕時計に目をやった。時刻は23時15分。あと15分か。読み切れるかな？なんて思いながら、ふと、モニターに目を向けた。パッと画面が切り替わり、週刊誌コーナーが映し出された。その時、週刊誌コーナー正面のガラスの向こう、店の外に、さっきの女が立っていた。女はこっち、監視カメラを見ているようだった。監視カメラというより、監視カメラ越しに私を見ているような感覚がして気味が悪かった。次の瞬間弁当コーナーに画面が切り替わった。おい、外にさっきの女いたぞ。だからそんなんいませんでしたよ。んじゃ、俺が見てくるわ。この時点では冷やかしか、ちょっと変な人ぐらいにしか思っていなかった。立ち上がろうとした瞬間。先輩。待って。ちょ、モニター。モニター？モニターに目をやると、お菓子コーナーが映し出されていた。が、そこにはさっき店の外にいた女が立っていた。今度はカメラに背を向けていた。え？佐藤はパニックだった。無理もない。鍵は確実に閉めてあったはず。鍵をこじ開ける音もしていなかった。というよりさっき店の外で確認してから20秒も経ってない。鍵があったって不可能に近い。落ち着け。私はそのお菓子コーナーにモニターを固定した。女は相変わらず動かない。電話が鳴った。
私と佐藤はビクッと電話に目を向けた。電話は2コールほどで鳴り止んだ。はっと思い、モニターに目を向けた。女は、いない。ちょ、先輩。女は？私は慌ててモニターの切り替えボタンを押した。週刊誌コーナー異常なし。お菓子コーナー異常なし。お酒コーナー異常なし。カウンター異常なー。いた？カウンターの中に、背を向けて立っている。先輩、近づいてきてるんじゃ。もうこの時点で確実に人間ではない気がしていた。正直、心の中では佐藤より大パニックだった。幽霊を信じないからこそにチャンネルのオカルト板に入り浸ったりしていたが、自分が出くわすなんて全く考えもしていなかった。女は相変わらず、背を向けて立っている。どうする？どうするって先輩。どうにかしてくださいよ。逆のドアからダッシュで逃げるか。今私たちがいる裏に入るにはカウンターからと、カウンターの向かいに位置する奥のドアから、二つの入り口がある。しかし、逆のドアから出ても、店内を通って入り口の鍵を開けて外へ出なければならない。その時に女と出くわすことになる。それは危険。などと考えを巡らせていたその時。ギャー。佐藤が叫んだ。モニターを見ると体は背を向けているのに、顔だけ180度回転してカメラを見ている。口は笑っている。ように見えた。私は声にならなかったが、正直唇かと思った。女は相変わらず不自然な格好でこちらを見ている。あかん。あかん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 。あかんてぇ。佐藤は反響乱しながらモニターの電源を落とした。しばきましょ。あいつ、あかん。あかんあかん。しばいて逃げましょ。佐藤大パニック。落ち着けって。裏から思いっきり脱出するぞ。正直この時は、鍵開けるまでに女と絶対会うことになるし、なんとなく俺らは死ぬんだと思ってた。幽霊なんて架空のものだと思ってた。それが、今すぐそこにいる。俺は鍵を手に取った。その時、モニターの電源が、勝手についた。映し出されたのは、女のドアップ。顔は全く笑ってない。これ以上ないってぐらい無表情。それが余計に怖かった。肌は白っぽい。つか、死んだ人って感じの顔色。でも目だけマジ綺麗、吸い込まれそうだった。あ。目が動いた。俺見た。あ、佐藤の方も見た。つかどうやって天井近くにあるカメラに顔だけ映ってんだろう。なんて無駄なことを一瞬のうちに考えていた。走馬灯みたいなもんかな。あまりの恐怖と驚きで、なぜか冷静だった。あ、そうだ、佐藤は。無理。殺されるー。佐藤は錯乱しながら裏のドアに走り出した。ちょ、待て。佐藤は裏のドアに猛ダッシュし、ドアノブに手をかけ、ギャー。佐藤は絶叫し、その場に倒れ込んだ。おい、佐藤。私は意識を失っている佐藤の元に駆け寄った。頭を抱えて起こそうとするが、佐藤に返事はない。気を失っているのか。ふと、私はドアを見た。うわぁ、佐藤が見たものがわかった。ドアの窓から女が、こちらを見ている。それもケタ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 、バカにしてるような笑みを浮かべながら。ドアについてるこの四角い窓だけど、後でよく考えたらマジックミラーだった。だから店内からは鏡に見えるはずなんだけど。私は恐怖とともに、なぜこんな目に遭わなくちゃいけないんだ、と怒りがこみ上げてきた。なんやねん。なんやねんお前。何がしたいねん。どっか行けやー。私は勇気を振り絞って全力で叫んだ。すると、ケタケタ笑っていた女の笑みが止んだ。そして、一瞬睨むような恐ろしい目つきになり、
スーッと窓から立ち去った。はぁ？はぁ？どっか、行ったか。安心したのもつかの間。店内から激しい物音が聞こえてきた。棚が倒れる音だ。怒らせてしまったのか。俺は佐藤のそばに座り込んで、ガタガタと震えていた。正直精神的にどうにかなりそうだった。どれくらいの時間だったろうか。多分、1分ほど激しくなり続けていた音が止んだ。気が済んだのか？私は立ち上がろうとした。その時、電話が鳴り出した。鳴り止まない。私は取るのをためらった。さっき電話がかかってきた時、モニターから私たちの気を引くような、不自然なコールだった。そして、静かになったと思ったらこれだ。タイミングが良すぎる。しかし、もうどうにでもなれ。そんな気持ちで私は電話を取った。もしもし。もしもし。私は確信した。早く。早くこっから消えろ。しゃべった？その瞬間、私は頭の全思考がストップした。声が、受話器からだけじゃない。すぐ、私の、後ろからも、ゆっくりと、振り向く。そこには、気味の悪い笑い声を発しながらも、この世のものとは思えない形相で睨む、女の、顔があった。私は、気を、失った。おい、起きろ。先輩、起きてください。誰かに呼ばれている。私はゆっくりと起き上がった。そこにいたのは佐藤と店長だった。時刻は4時50分。6時に店が開くため店長が出勤してきたのだろう。それにしてもなんて長い間気を失っていたのかと自分でも思う。何があった？なんで店の中があんなことになってる？店長は驚きと怒りでいっぱい、と言った様子だ。佐藤、お前店長に何があったか言ってないんか？はい。まだ信じられなくて。先輩から言ってくださいよ。さすがの佐藤も気がめいってるようだ。実は、私は店長に一部始終を伝えた。そんなアホなことが。そうや、監視カメラ見れば。やめときましょ。佐藤が叫ぶ。そりゃそうだ。もうあんな顔は見たくない。そういうわけで、私は23時から見てください、とだけ伝え、佐藤と共に店の外で頭を冷やして待つことにした。20分後。佐藤、まるまる、入ってこい。お前らが言ってた女は映ってなかった。ただ、棚は一人でに倒れていった。どうやら嘘じゃないみたいやな。女は映ってなかったんですか？ああ。でも、俺もこういうことを全く信じないほど頭が固いわけでもない。実際勝手に棚も倒れてる。お前らの言うことを信じないわけにもいかない。どうやら店長も信じてくれたようだ。お前らはもう帰れ、とりあえずみんな。アルバイト。に電話して片付け手伝ってもらえるやついないか聞いてみる。あと、このことはみんなには言うな。ビデオも俺が処分する。大丈夫、みんなには適当にごまかしとくさ。わかりました。佐藤、帰ろうか。はい。そうですね。おう、気をつけてな。もう忘れろよ。私たちは外に出た。5時過ぎだが冬だったためまだ空は暗かった。佐藤、送るわ、乗ってけよ。
佐藤は徒歩で10分ぐらいかけて通っているが、さすがに心細いだろうと思って佐藤を車に乗せた。うん、もちろん私が怖かったのもあるけどね。まあ、いつまでもくよくよしてても意味がない。きっぱり忘れるのが正解だ。私は力強く自分に言い聞かせ、車に乗り込んだ。よっしゃ、帰るか、さ、と。佐藤が口を大きく開き、目を見開いて店の中を見ている。あ、あ。佐藤？ま、まさ、か。私はゆっくりと振り返り、店内を見た。店長が掃除を始めている。その後ろにいたのは、私は光のごとき速さでエンジンを入れ、車を出した。佐藤は終始無言だった。佐藤を送り、帰宅した私はベッドに倒れ込んだ。まるまる、いつまで寝てるの？お昼過ぎてるよ、需要あるんちゃうの？母の声が聞こえてきた。時刻は13時前。ずいぶん寝ていたようだ。あ、そうだ、私にはしなければならないことがある。店長に電話して無事を確かめること。あと、バイトを辞めると伝えること。さすがにもう続けることはできない。電話をかけた。もしもし、〇〇です。おお、どうだ、寝て少しはすっきりしたか？ええ、まあ、それよりあれから何も起こらなかったですか？何か？ああ、大丈夫。何もなかったぞ。私は店長の話すトーンに何か違和感を感じた。が、あえて触れようとはしなかった。それで店長、バイトなんですが、辞めさせていただきたいです。なんだ、お前もか。佐藤もついさっき電話があったよ、辞めるってな。どうやら佐藤も考えてることは同じだったようだ。私はバイトリーダーだったため、一度店に来てほしい。話がしたいと言われたが拒否した。もうあの店には行きたくない。私はそれっきり店に行くことはなくなった。ちなみに私たちが辞めて1ヶ月が経った頃、店は潰れた。バイトしてた人に聞いてみると栄養不振が原因だったらしい。やはり気になったので店長に連絡を取った。バイトの人には栄養不振と伝えてあるが、実際は違うようだった。理由を聞いても店長は言いたがらない。私はおそらく女が原因だろうと思っている。そのコンビニは今も残っている。土地は店長のものだろうが建物はそのまま。時が経った今も、車でその店の前を通ることがあるのだが、私は絶対店の方は見ないようにしている。たとえ、どれだけ目線を感じても、Hehehehe